こんばんは、まあ、またうだうだ喋、ろうかなと思って、まあ、最近、まあ、よく使ってるカメラかなり古いんですよ、うん、またこう掘り出してきて、ね、これどれぐらいかな、1999年、2000年、それぐらいかな、うん、もう22、3年前の、まあ、カメラですね。これベッサー L って言って、L マウントね。ライカ L マウントの、こういうね、こういうぐるぐる回して、スクリューマウントって言うんですけども、まあ、こう、ねじ込み式っていうのかな。まあ、古い感じの、このカメラのセットは99年なので、まあベッサーフォクトレンダーかな、コシナフォクトレンダーのベッサーシリーズ第一弾っていうのかな、これは。うん、まあいいカメラですよこれ。だからファインダーが面白いのはなかったら、ここにファインダーがないんですよ。だからもう目測ノーファインダーで撮るカメラ、うん、まあ、だけじゃん。そこにまあこういう、まあ、申し訳なくついね、後からこう15mm、これも 15mm のレンズなんですけども、 15mmF4 っていう、まあかなり広角ですね。なんかほとんどはもう飲み込む感じのカメラになりますね。これ面白いんですよ。こうやって覗いてこうね、チャージして抜いてカシャッと切るだけで、あとはねここに F 値があって絞りがあって、まあ大体11、まあ11で、まあ、125とか250、まあ1000分の1ぐらいまでかな。でまあこう距離は大体 2メートルにしてたら、大体もう1メートル以上はまあパンフォーカスになるし、これ最短30センチまでいけるんで、もう結構便利で、まあまあパンフォーカスレンズ自体がね、もうパンフォーカスなので、まああとまあこうちょっと 2,3 メーター以上の場合はもうこう無限にしとけば、でまあ11とか、まあ、晴天の場合はね絞って撮ればこうなんていうの、何でもパンフォーカスに撮れちゃうっていう便利なスナップカメラですね。あとここにね、こういうふうにね、わかりますかね、露出ゲーがあるんですよこれ。でこれがまあこういうふうに、なんていうかな、青に、まあ、青にならないといけないんですけど、これたらちょうどこれがこうなって、今の状態で8分の1でジャストかな、8分の1でジャストで、まあ、あんまり気にしなくていいと思うんですけど、こういうガシャッと切るだけ、うん、そういう、うん、簡単な、あとは ISO 感度合わせる、フィルムの ISO 感度合わせるだけなんですけども、うん、なかなか面白くて、ただこれ夜に撮るときね、僕結構夜撮るんで、夜に撮るときはなんかこういうね、こういう大げさな、ここにつけてしまうと、要はファインダーは覗けない、まあまあノーファインダーで撮りゃいいんやけど、まあ15ミリなんでね、結構な何でもまあ入っちゃうからいけるんですけど、まああとこう便利なのっていうか、便利かどうか分からへんけど、こういうね、なんていうの、なんか金具をパチパチと、まあ、仕入れてきて、でまあこうストロボのコードをこっから刺して、でこれで、夜間こう撮っちゃうわけね。うん、こういう感じがあって、うん、っていう光っちゃうっていうね、こういう、まあちょっとでかくて、まあ、こんな風に撮るんやけど、うん、まあでも全然問題ない感じですね。うん、まあこれそうやな、
22、23年前かな。でもこういうカメラがほんまはスナップ一番しやすいですね。もうオートフォーカス、ただそのなんていうの、目測なので、まあある程度絞って距離、まあ近線と撮りたかったら、まあある程度絞って、まあ1メートル2メートル、まあ、無限に合わせてシャッターを押すだけっていう。なんでもう1メートル以上はだいたいパンフォーカスなので、撮れちゃうっていう感じかな。そう、まあ15ミリっていうね、このファインダーもね、なんかこうめっちゃええ加減、ええ加減言ったら変やけど、まあ、15ミリ分あんのかな、これもっと広いような気がする、15ミリって。そんな感じで、またねこう出してきて、撮ってるわけやけどね、こういうカメラ。まあ今こんなん必要性おるんかな、これ。まあまだね、これ R4 やったかな、ベッサの R4 っていう3か4かあって、もうそれはそれで、まあレンジファインダーでファインダーがあってね、距離計もあって、でこうピント合わせるっていう、ピンというか二重像なんですけど、それを合わせていくっていうね、こういうなんか面白い、今となっては面白いカメラかな。そう、なんかこうあれね、こういうカメラを使って撮るのもいいと思う。またこう、もうこういうのも外してしまって、昼間ね、天気のいい日とか、まあ、曇天ぐらいを外して、ね、まあこう、まあ、例えばこれも外しちゃって、ね、ファインダーも外しちゃって、もうこのままこう、なんかこう、やって撮る。やって撮るっていう、こういうね、もうなんか、のもなんかこう、面白い。もうファインダーなんかないからね、これ。もうこれ、なんもなし。なんもなしで、もうここにフィルムを入れて、くるくるっと入れて、んで、こう、ね、シャッターをチャージして、で距離計がまあ1メートル、2メートルとかにしといたら、だいたい1メートルぐらい以上全部こうパンで映るんで、もうこう、キュッて撮るとか、もうそんな感じで、まあ15ミリなんでちょっと近づかないとあれやけど、昔はね、こう昔はね、電車の中で結構シャッター切ってたんですけどね、今の時代はね、なかなかうるさいんで、撮れない感じですけど、こういうカメラもいいんじゃないですか。安いと思いますよ。これね、スーパーワイドヘリアっていうやつやからな。なんかそんなやつで。そう。もうこれライカとかでも、なんか、なんちゃったっけな。ライカの MDS やったかな。1960年代の MDS かな。なんかそんなんで。それもファインダーがなくて、広角レンズがついてて、もうパンでパンパンで撮る、カメラがあって、まあそれの、まあ、なんちゅうの、コシナ版っていうか、フォクトレンダー版、フォクトレンダーか、版っていうかな。あとはトライスコンのホロゴンとかいうウルトラワイドっていうのがあって、それはもう15ミリの F8 っていうレンズがついてて、それももう、お高いんですけどね、それはね。それはもうなんか、いい感じでこうやって撮れちゃうんで、これはまあ多分これね、本体は安いんでね、1万5、6000円であるんちゃうかな、今中古で。でこれレンズもそれそこそこで、まあ、5万ぐらい出しゃ、5、6万出しゃ、このセットが、ファインダーとこの外付けのファインダーとレンズがセットになってるはずです。そうで、まあこういうのね、アマゾンで例えば1,000円、1,500円であるんで、それにまあストロボをかまして、ストロボつけちゃうっていうね。まあここにつけてもいいんやけど、ファインダーがつけれなくなるので、どうですか、こういうのでスナップするっていうのもいいですよ。
なかなかね、こう、こう、うん、なかなかこう、こう、なんていうの、デジタルとは違う、まあ、また映りするんでね、面白いと思います。だから、そうね、今、結構愛用してる、この富士の、なんていうの、これ何やったかな、X プロ2かな、うん、プロ2に、例えば、こう、まあ、レンズを外します。で、こういうね、なんていうの、反対や、こういうね、アダプター、富士の X マウントに、つけるファインダーをつけて、まあ、これを外して、で、このまま、まあ、こんなことは誰でも知ってることなんですけど、写真撮ってる人っていうのはね、このままこうやってつけると、なんかこう、面白いね。これもだからパンレンズなんで、まあ、こう、まあ8ぐらいにして、まあ1メートルとか2メートルにしてたら、まあ結構、この辺でもピンと合ってるんでね。うん。だからバッチリ合うっていう、そういうもんじゃないんやろうけど。うん。でも大体もうほんまパンフォーカスで、結構ちっちゃくてね、こんな感じで、ちっちゃくて、うん、軽くて。一応金属なんですけど、まあ軽くて。うん。ビビビャって取れちゃうっていう、うん、逆にまあこうプロ2とかもいいし、あとはなんていうの EX2 とかね1とかねそういう安いカメラを買ってこういうなんか遊ぶっていうのもいいと思いますよ。うん、こういうのもなんかアダプターもどれぐらいしてんの？これ2000円ぐらいであるんちゃうかな。うん、そう2、3000円であると思います。こういうカメラいかがですか？面白いですよ。まあ玉数どうやろあんのかな？まあオークションとかメルカリとかであると思います。はい。もうまあカメラは何でもいいんですよ。自分がまあカメラ何でもええっていうまあ。っていうのはまああのなんていうの自分がこう身体に合うカメラってあるんでね、うん、撮りたいものがあればまあそのカメラが一番自分でいいと思うカメラがずっと続ければいいんですけど、うん、いいでしょう。これもなんか最近出してきてこれをポンとって。現像はしてないんですけどね、うん、どうですか皆さんこういうカメラ面白いですよ、うん、そう、まあ、スナップするんやったらこういうカメラいいと思うんですけどね私はあだいぶねこうお酒が回ってきてるんで、ね、お盆休みは明日までで明後日からまたギャラリーでお留守番 しながら頑張ります、ね、またあの今年いっぱい何本や、9月10月11月あと4ヶ月あと4ヶ月しかないんやね今年ねそうか4ヶ月あっという間やなうんまあでもあの一つ私も年を取って、まあ、62歳かな今年、うんまああの歩ける年まで歩くという、まあ、生きてたらいいんですけど、スナップは面白いんで、まあ、またこういうカメラだからちょうどあのロモの LCA っていうカメラ、とまあ同じような扱いですね、うん、絞り距離目測の距離で、合わせて、ピッて撮るだけ、うんそうまあ、ここにねシャッタースピードあるんで適当なシャッタースピードに合わせてここに ISO 感度があるんで ISO 感度を合わせて撮るっていうこのね結構こう電池 LR44 っていうまあ100均で2つ110円で売ってますけどこれ2つ入れて撮るだけなんですけどこれまあなかったもいいかなうん結構これファイナルのどいたところにここにねこっち側の目にね青とか赤とかやるのなんかこう気になっちゃうところがあるんでまあネガフィルムならまあ適当に合わせればまあそれなりに映るんでうん
皆さん、こういうのも楽しいんで、まあ、楽しんでもらえればなという感じで、まあ、私のカメラを紹介しましたという巻ですね。はい、まあ、思わず TV じゃないんでね、まあ、適当にうだうだ、これが、まあ、最近また出してきて使っているカメラっていう、それだけの話で、そういうことで、今からお風呂入って寝ることにします。眠たいです。はい、ということでまた、また出没します。はい、ありがとうございます。